第1試合ガイアネオソウル 3-on-3 ミックス、植松俊恵加藤園子 JWP 倉垣靖子対里村芽衣子佐藤俊恵 JWP 久住智子の一戦なんですが、以上、はい、この試合も実に見どころの多い試合ですね。そうですね、これはとにかく単なる第1試合ではありません、はい、まずその、カード発表の時点で、まあ、メインとセミのカードが発表されたんですが、はい、この時に、長野選手と薫選手のパートナーが、新人であると、はい、でその新人をこの第1試合、まあ、第1試合だけじゃないんですが、この日の前座に出た、新人選手の中からファン投票で選ぶと、はいはい、いう企画が、まあ、ガイアの方から出されたわけですよ、はい、だ当然この試合にしてもそういう目でファンの方も、まあ、見てるわけですね、はい、逆に言えば選手は見られてるわけです、はい、このファイトによってなんとその第2戦でありながらセミかメインに出られてしまうという。なるほど、これは本当にもうこのガイアならではというか絶対に考えられなかったことなんですよね、もうそしてそれぞれの選手同士でもこれはなかなか意向があるといいますか、例えば久住選手がですね 4.29 JWP の東京テレシアター大会で上松に、フォールを奪われてますね。そうですね、はい、そして加藤が、旗揚げ戦で里村に敗れています、そういった絡みを考えますと非常に勝敗の行方が興味深くなってきます。そうなんです、だからそういう面では本当はもうこのカードだけでも非常に見どころが多くて面白いんですが、さらに加えてそれがそのメインセミにつながっていくということで、はい、すごく興味深いですよね。だから複雑な人間模様と、まあ、これお昼の試合だったんですけど、僕なんか本当辛いんですけど早く起きるのが、はい、もう、はい、この日ばかりは第1試合に間に合うように行きました、いやしかし次長ばかりじゃなくてやはりお客さんも昼の試合というのに会場前から超満員でしたからね。そうですね、はい、もう客足早かったですね、でやっぱり絶対もうガイアの場合はやっぱり大試合が見逃せないっていうもうイメージができてると思いますね、はい、そういう意味では、テリング場では里村と倉垣が対戦しております。ここで加藤にタッチ、おっと加藤選手この逆十字はお返しですね、お返しですね、旗揚げ戦の、はいはい、やはりどうしてもできることなら里村選手、おっとここで逆に里村が、よしこれはロープサイド、またこの入り方がまた人と一組も違うというか、はい、にくいですね。ここで佐藤と新たち、佐藤がフェイスクラッシャー、この佐藤という選手もなかなか体をうまく使った攻撃が多いですね、非常にとにかく、まあ、とにかくもう全員がもう躍動感あふれているというか、はい、ところで切り返してブルドッキングヘッドロック、なかなか第1試合とは思えないような技も、さらにもう一発、そしてフォール、カウント2ブリッジで返す、ここでコーナートップから上松がボディアタック、ああこれ素晴らしいですね、実に綺麗ですね、旗揚げ戦でも打ちましたけど、あっと今上松が蹴り落とした久住智子、あネクブリカですね、この2人がまた、おっと腹部を押さえてますが久住ダメージがあるのか、トリプルドロップキック失敗、そして逆に3人でドロップキック、さあ丸め込んだがアカウントはアウト2、今の早かったですよ、しかし早かったとか、はい、このドロップキックがまた上松の得意技、おっとここで切り返してカウントは2、やはりテレシアターで敗れて久住もかなりショックが大きかったようですからね、今日はガイアのマットで雪辱を果たしたい、やっぱりどうしてもなんかガイア勢と比べると、はい、こう生きの良さという点でもう一つという感じがしますね、はい、敵地と、まあ、敵地ということで少し緊張しているせいもあるでしょうかね、もっとなんか伸び伸びやっていいんじゃないかなと思うんですけど、
やはりどこかしら遠慮、まあ遠慮と言っちゃおかしいでしょうけど、まあ、ちょっと押されてる部分はありましたね、はい、気持ち的に。背後からキックを振らった里村に上松がストンピングを加え、そして倉垣と加藤が里村を孤立させボディアタックからカウント3。やはり最後は上松のボディアタックということになりましたが、第1試合ガイアネオソウル 3-on-3 ミックス15分1本勝負14分44秒、ダイビングボディアタックからの耐え固めで上松俊恵、倉垣靖子、加藤その子組の勝利となりましたが、里村選手これは悔しそうですね。里村選手、はい、悔しかったです。かなり悔しそうですが、はい、今まであんまり負けたことなかったんで柔道でもすごく悔しかったです。なるほど、はい、まだ頭を抑えています。かなりダメージがあったんでしょうか。まあ、でも意外な結果でしたね。里村選手が負けるっていうのはまた意外な結果というか、はい、そして加藤、上松、倉垣が敵チームをじっと見つめる中、里村がリングを降ります。加藤選手、はい、勝利を収めたんですが、はい、できれば自分がという部分もあったんじゃないですか。はい、もう絶対自分が取ろうって決めてたんで。なるほど、はい、でも悔しかったです。自分が取れなくて。その思いは次回の試合でということですか。はい、